ちょっとわかんない、ちょっと待って、行きましょう行きましょう行きましょう、はい、せーの、グリコのヘアー、えい、始まりましたよね、ほんとにわ、すげえ、こうやって出るんだ、出るね、出るね、しなちゃんも、うん、いろいろ、いろいろ書いてますけどね、はいはいはい、恥ずかしいな、俺、まあ、まあ、とりあえず、ほんなら、乾杯でもね、して、いただきましょうかね、はい、ほな、いただきましょう、よいしょ、いただきます、はい、なんかもうみんな気使いすぎて下でグラス見えないね、これ緊張してるやん、緊張してるわ、緊張してますね、そりゃ、うん、はい、じゃあ、まあ、はいはい、ね、今日から新番組ね、はい、トリコの部屋が始まったんですけど、そうですね、まあちょっと、ね、まあどういう、どういう、うん、いや緊張してますやん、店は今日がさ、実物なんか店はね、ちょっと聞いてよ聞いてよ、まあ、グリッターというクラブグリッターで、うん、ね、新番組ということでやってますんで、はいはいはい、まあ、イケメンが揃ってるんでこんな感じで、ね、どうやろうね、こんな感じ、うん、まあ、でも、まあ、そうやって言わせてもらったら嬉しいね、じゃあね、自己紹介の方やる、やっちゃいましょうか、これ大事ですよ、多分これさ、音大丈夫なのね、まあ、いや、聞こえてるんじゃないですか、音聞こえてるみたいですけど、うん、ちゃんと出てましたね、グリッターね、お分かってくれてる、祈りが、祈りの文字が全然出てこないんだけど、これ祈りちょっと聞いた、祈かっけーって、ほら、来てるよ、京香さん、京香さん、あれ、うん、どういうことそれ、ほんなら秋かっこいい、ちょっと待って、ちょっと待って、知ってる、はい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 、自己紹介の方、はい、誰からいきます、じゃあもうこれはもう、主任さんのね、いや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 、主任の秋から、そこは、そこはそっちからでしょ、俺から、じゃあどうぞ、じゃあグリッターの地の瀬祈りです、はいはい、どうぞ、どうぞ、まああんま考えてなかったけど、なんだろう、やったれやったれ、ちょっと待って、はいはいはい、ごめんね、ごめんね、行こうか行こうか、あんま考えてなかったけど、まあこの番組では、うん、俺がちょっとね、この二人すぐ喋り出すんで、ごめんなさいね、本当に、まあ、この二方ねをまとめつつやっていこうかなって、はい、もうすごいさ、もうしょっぱなけ大事だよ、出た早いの、ライトチューブ恒例、いろいろ見てたんですけどね、ライトチューブ見てたけど、そうやね、意外と喋り出した、ほんなんもう自己紹介ほんなんしてくださいよ、もう終わった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 終わってんのかあんま考えてなかった、本当にじゃあ俺ですか、うん、あ、どうも、京香でございます、はい、僕はね、普段ね結構喋れるんですけど、酔っ払いすぎたらね、どんどん喋れなくなっていくんですね、僕ね、どういうことよ、これ、ん、ん、ごめん、コメント見てて、拾うっていう能力まだないまだねえし、これからもよろしくお願いします、手混ぜって何、え、手混ぜって何、手混ぜ、手混ぜって何、え、拾わんねえんちゃうそれ、わかんない、じゃあ次、じゃあ、秋さんどうぞ、終わったの、もう終わったの、いや、終わりましたよ、僕は、ね、これやばい、これやばい、はい自己紹介、自己紹介は、はい、アキです、はいはい、イエイ、なんかだから、俺みたいにちょっとどういう番組にしていきたいのか、ね、自分、あ、とりあえずですね、この3人でメインパーソナリティを務めさせていただいて、うん、で、何でしたっけ、ゲストを1人か2人、そうですね、毎週毎週呼ぶっていうことなんですけど、うん、まあ今日は、うん、ね、うん、初めてということで、3人で出させてもらうということで、お金になりまとなりますか、いや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 、自分、おかま顔、ちょっと褒められてるの見てる、おかま顔か、あ、そっち、あ、おかま顔、あ、声か、やばい、めっちゃええ声したな、めっちゃええ声、そうやね、だから緊張すんな、でもな、めっちゃええ声で喋ったらな、これな、うん、そうやな、ちょっと声張りすぎたんだな俺の自己紹介はもう終わった終わりました、あ、終わった、だからまあ3人でやっていくから、その3人、なんだろう、どういう番組にしていきたいのか、うん、なんかね、俺だったらだからもう3人、2人ちょっとガヤガヤやるから引っ張っていこうかなみたいな、はい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 、感じで、ちょっとじゃあ京香さんから、まあね、いつも通りのね、俺らの、うん、いつも通りの感じでいくと見せれればね、そうだね、まあ、うちの店はね、どういう店かっていう話かね、まずほんなら、うん、酒ペース早みんないや、どんどん行くよね、うん、一番下からの方に喋れる、ピザはっておかしいでしょ、これちょっと待って待って、おかしいそれ、うん、ピザは、うん、あ、やる、いやいや、待って、おしぼりない、いや、もうちょい飲まなあかんじゃない、いや、まじ緊張するわで、アキさんは、主任は、どういう感じで、
何が関西人やで、関西人、どういう番組にしていきたいみたいな、どういう番組、いや、まあ、あ、みんなこっち民会やって、まあね、カメラもちょっと見なあかんねん、楽しいね、楽しい番組ね、うん、まあ、滑らんようにね、うん、ちょいちょい滑らない話、滑らない話、いや、それはあかんねん、滑る話、滑る話ね、いつもの通り、いつもいい、誰がいつも滑ってるやんいや、やばいね、あ、ちっちゃい、ちっちゃいね、なんかね、ここのアイスがね、すごい美味しそうなんですよ、丸、うん、丸、なんか飴みたいな、お菓子でこういうのなかった、飴ちゃんみたいな、飴ちゃんみたいな、これね、そう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 、よいしょ、こっち、こっちょっとね、で、うん、主任はもっとサービス、うん、主任もっとサービス、サービス、うん、サービスお願いします、え、どこに書いてあるの、いや、そんな俺、乳首とか出し始めた、いや、嘘やん、いや、サービス早いな、サービス、違う、サービスでしょ、大きさだな、ちょっと安い男になりすぎやろ、それあ、初回いくら、うん、いや、安くないよ、俺、初回は変な話、普通じゃないですか、何初回、初回いくらって聞かれて普通って何ブリコの部屋見たで、見たで、お、早速サービスしちゃう、うん、秋モノマネ、ちょっと待って、コメント拾いすぎて、どんどん会話が流れちゃう、進めよ進めよな、うん、ブリコの部屋見たね、うん、あ、ありがとう、これでも最後にやった方がいいね、そうやね、お口は最後の5分で行こう、じゃあ、うん、どうしよう、自己紹介、うん、いや、したな、したしたのかいや、まあうちの店をね、うん、紹介をしたいね、これは、あ、そうですね、うん、まあ、うちの店はね、とにかく変なの、顔はいいっす、みんなね、でしょ、そうだね、いや、です、いや、まあ、僕らはねいいとか、そんなことは言ってないんですけど、全体的に顔面レベルは高いんじゃないかな、うん、ちょっと本当にグダグダだな、もっと考えてくれよね、うん、まあでもね、うん、初回っていうことでね、うん、初回は2時間1500円でしたっけね、これ、いや、違う、その話じゃなくて、はい、初回放送みたいなね、あ、そっちの初回、そっちの初回、そっちの初回、ややこしいのよ、ちょっとまだほぐれないよね、うん、緊張感、そうそうそう、ややこしいのよ、まあ、これからね、どんな感じにやっていくかっていうのを、うんうん、まあ大体1回目でつかめればね、うん、そうだね、まあ1回目は ね、このレギュラー3人でやらせてもらってね、ほんでまあ2回目以降かね、あれは従業員連れてきて、うん、でまあみんなでその人らをいじるというね、うんうんうん、あと紹介して、ね、変な一発ギャグさせてね、それでいいんじゃないですかね、もうね、最高っすね、最高っすね、うん、ちょっとこれ今日かさ、はいはい、俺はどうしたのこれ、このボロボロが、いや、こういうデザインやこういうデザインや、いや、服変えないのかなと思っちゃって、いやいや、主任も、わぁ、すごいな、確かに主任ね、毛穴の方がガンガン開いてるんですけど、そうそうそう、ちょっとそれあんま思んないからねそれあかんわ、黙って飲んどいて、グイ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 、いや、お前も飲むんかい、いや、俺一口だけ、うん、何錦野亜紀、あ、だから亜紀さん、実物の方かっけ、マジで、じゃあ会いにおいで、会いにおいで、おら、俺に会いにおいで、誰やったっけそれ、おら、ちょっと待って物議を醸し出すこれやばいな、これやばい、誰やったっけそれ、これやばいな、これな、こうやって、あ、指なんない、指なんない、ちょっと待って、湿り気が足りない、うん、足りなすぎるね、これこれカメラさ、すごい恥ずかしくて見れなくない、てか、なんか、でもこれどうな、みんなカメラ見てんのかね、どういう風に映ってんのかなっていう風に見ちゃうと、今日営業だよ、今日営業だよ、なんと今日営業前に来ております、はい、ほんで珍しいのかな、他のカメラ見知りって書いてあるから、どんどん近づいたろうかな、これおぉ、すごい近づいたら見える他の、うん、他の店営業終わりとかでやってるんですかね、あ、そうっぽいね、シラフ状態で、うん、そうやらせてもらってるんです、シラフ状態だからこんな面白くないんだよね、うん、お酒入れば面白くないことないよ、全然全然大丈夫や、そんなもんは、うん、え、一人ずつカメラアップよろだって、あ、いいんじゃないですか、いや、まあ、俺ちょっと毛穴開きます使うんじゃん使うんじゃないですか、ヘビロテしすぎやろそれ、じゃあ俺あたりは、じゃあまあどうぞ、イノさんから、あれ、こっち、あ、こっちで、おお、映ってる、映ってる、ちょっと見て、おー、イケメンすぎる、あ、イケメンやね、うん、初回みんなつくよ、よし、イケメン、うん、可愛い顔してる、ありがとう、本当にありがとう、はい、じゃあ、トウカさん、あ、どうぞ、
え、映ってるわ。すげえ、ほんとに、ほんとにあったんで。じゃあ、アキさん、ちょっと遠目からね。あのそう、ちょっと遠目から、ちょっと遠目からね。はい、イエイ、イエイ。お、手穴開いてるよ、今日も。開いとんね、今日も。いや、すごいね。画質悪いわ、ちょっとね、うん、勘弁してほしいな。うん、あでも、こんな感じなんや、カメラでね、見たら。うん、初めて見た、そういう感じ。なんかもう自己紹介とかやってるうちもね、いや俺自己紹介ですげえ、うん、すげえ言いたいことあったんだけどさ、うん、お、じゃあ、うん、いやでもなんかもうね、うん、その流れ終わっちゃったじゃん。いやいやいや、全然知らない間にもう俺の自己紹介終わったから。フリートークだね、全然。好きな食べ物は油揚げとかすげえ言おうと思ったんだけど。油揚げ好きなんだ。そう、油揚げが好き。なになに、広がんないな。油揚げ言うけど広がらんっちゅう話だけどね。俺好きな食べ物ね、言っていいですか？誰も聞いてないんで。いや、いいよいいよ。あ、でも言ったったらいいんじゃん。好きな食べ物は、うん、このアイス使う、いちご。あ、ぽい。でも変な空気になったな。いちご似合うでしょ。変な空気になったな、ほんとにね。これもなくなったわ。え、なんで一人酒作り始めたらみんな喋りねえ、喋りねえ。あ、そういう、え、だって酒なくなって。いやいやいや、やめて、俺やりたくて仕方ない。やりたくて仕方ないらしいんだよ。あ、そうや、アキさんはもう、うちの主任ですから。いや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 、今ちょっとね、こんなね、そんな主任にこの店大丈夫とかね。はい、出た、ネガティブ発言ね。ネガティブ発言。この人、こう見えてすごいネガティブなんですよね。なんでやろ、アキさん素敵とか言われてるよ。そんなん知ってるわ。いや、どっちどっちだ、どっちどっちだ。あの、これだから下にやってるから、うん、そうね。みんなの好きなタイプはってあるからさ、これ拾ってさ、うん、好きなタイプは、はいね、あ、好きなタイプね、はいはいはい、好きなタイプは、じゃあもうどうぞ。俺から、なんだろう、笑顔が可愛い。もうまあまあ、うん、そこはね、うん、あとなんだろう、横顔が好き。あー、横顔がね、やっぱ一緒に歩いてたら横にいるっていうことじゃないですか。だからもうふと見た瞬間ね、うん、横顔が素敵やったらええの。ちょっとドキッとしちゃうみたいな。正面あかんの、ほんなら。正面もね、良ければ、うん、なお、それに越したらいい。なおいい。いや、難しい子なんですよね、多分ね。はい、はい、はい、じゃあどうぞ。俺ですか。僕の好きなタイプはですね、もうなんかほんわかした子が好きですね。ほんわかして、まあちょっとね、僕のこと考えてくれる人が好きです。はい、お、うん、いいですね、うん、真面目に言うてるね、こんな感じだけど、うん、はい、じゃあアキさんの好きなタイプね。好きなタイプ、好きなタイプというかね、うん、世の中の女性俺みんな大好きだから。出た、え、そう、これチャラいな。あの、どこに行きたいのこれチャラい、どのキャラに行きたいのか。いやでもね、うん、本当に、うん、タイプっていうタイプはないんだよね。ちょっとチャラいこと言っていい？いいよ。フィーリングかな。お、出た、なんか懐かしい。流行ったよね、これ流行ったよね。全略、全略とかで流行ったよね。フィーリングとか流行ったね。全略懐かしい。みんなやっぱ全略ミクシー何々で。ああ、でもそこはまあ、ね、みんな通る道でもあるけどね。だからこの人なんか、あの、僕ね18歳から知り合いなんですけど、この人のブログのね、購読者が半端じゃなかった。半端じゃなかった。半端じゃなかったね。ギャルをね、ギャルをギャルを、あの、信者がすごい多かったっていうね。いや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 、俺はそれをちょっとね、見ててちょっと悔しかったね。いや、お前あたり途中から学校来なくなったから。いや、お前待って、お前それはあかんやつやね。おかんも見てるかもしれんのね、なんでそんなもんはな。ヤクルトババアな、言わんでええねん、お前。お前、おかしくない今のそれ。あ、CM 入るらしいんで。あ、CM、 CM すいませんね、こんなんで。じゃあ一回 CM 入ります。ドン、はい、ドン、はい、のことを考えて今僕はしています。でもね、筋でラブできるってだけじゃないから、終わらないエタニティ、寂しさをでなぞるよ。土曜はクラブパール、7時つけてんな、俺。フランスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる、お酒が一杯しか飲めない人が5杯は飲める、
30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。サプリとかなんかそういうのは飲んだりします？寝る前とかに。わかんないね、気持ちの問題もね。また怪しいの持ってきたね、これ。これを飲んで、はい、いただきます。これ僕の？そうですね、はい。おー、すごいね。こうやって数字に出たらすごいね。これお貸してください。じゃあ老体に毎日飲みます。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。はい、CM 開けました。はい、うん、なんかね、いろいろ愚痴じゃないですけど、ね、なんかいやーやばいねみたいな感じで、まあ、CM 中は喋ってたんでね、うん、本当に、ね、まあ徹子の部屋にちなんでるかどうかって言われたらね、はい、ちなめてないかもしれないですけど、はい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 、みたいな。うん、ビッターってもっとおじさま系かと思ったよ。あ、全然おじさま系。ちょっとね、フレッシュでしょ。最近、最近じゃ最近なんですかね。最近ですかね。まあメンバーがこう、おじさま系の間違いに。お、一個だ。ああ、うまい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 。あ、いい感じで。今日の営業もちょっと誰も V とか刺さないみたいなね。うん、結構本当にお茶会みたいな感じ、うん。まあ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 。しますね。でまああの、あの看板ね。看板ね。いや、看板変わるかな。あ、そっか。あれな、そうそうそう、そうなんですよね。実は看板の撮影が最近終わって、そうなんですよ、ね、うん、看板新しくなるんで。そうそう、そうですね、あそこにいるのだってで、うん、もうサトローナーぐらい。サトローナー、うん、結構いないのかな、あそこにいる面々の方、うん、そうですね、そうですね、うん、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン誰？あ、ナンバーワン、ナンバーワン、シュンさん、シュンさんね。まあ、シュウさんまたね、ゲストで来ていただけると思う。ナンバーワン登場ということで、ね、そうね、うん、その放送はあるからね、ナンバーワンの登場も待ってて、待っといてよ、お、うん、お、待っといて、待っといて。今ちょっとカメラ目線いいね、かっこよかった。本当に許可伸びすぎちょっと待って。いや全然飲まないし、やっていけないよね、やっていけないよね、本当にね、うんうん、まあまあ、でもまあまあよりが全然飲んでないじゃん。今さん飲んでへんやん、全然飲んでない。グイ、いや、グイマスで行こうよ。手痛いからやめようか。そうなんだけど、適当やね。適当やね。ここバチバチしてんの、もしかして。あのね、いつもの通り、いつもの通り、ね、いつもの通り、あのね、うん、なんでもねえわ。出た、なんでもないやつ。マジで、ちょっと毎週見る歌あるけどさ、ちょっと毎週見て、うん、あ、見てほしいね。コメントね、もっとね、あとバンバンね、うん、もっと欲しいね。確かに確かに、うん、お、癒す系な番組だなって、嬉しいね。うん、これで癒せてれてるのかと。いや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 、来てくれたらもっと癒すって。お、出た、一番ポストやね。出た、出た、パッ、出た。あかん、調子悪い。それは面白くないから、もし来てくれたらみたいな話も踏まえて、うん、最後の方にね、はいはいはい、うん、やっていけたらいいのかな。まあそうですね、ちょっとずれたというかね、まあ振り話もいいけどね、うん、そうやね。だからまあまあゲスト来たらまたね違うけど、まあ、今はせっかくこの3人だけっていうのもあるからね、僕らの話いっぱいさせてもらいましたけどね、うん、そうだね、うん、まあ、だから、うん、そうだ、ゲストを交えたら結局ゲストのね紹介とかいっぱい入っちゃうから、うん、今のうちにもうアピっといた方がね、うん、どん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 アピってもらって。そうやね、うん、だからとりあえずこんな感じでね、うん、どこのホスト？グリッターです。はい。あ、グリッターです。グリッター。LINE はね、LINE 教えてって出てるけどね。あれ？あ、ID？ こっち？ ID 出てるの？ここ、ここ、ここ、ここ。ここ、祈りの ID 出てるよ。祈りの ID。よ、これ、これ、祈りの ID。興味ないかもしれないけど、祈りの ID だよ。どしどし。どしどしブロックしてやってください。ブロックしてやってください。あの、ほんま。ガンガンね。ええことないよ、ええことないよ。ブロックした後に編集で削除みたいな。3人名前何ってあるからさ、ちょっと、あ、途中で見てくれた人もいるからね、うん、じゃあもう一回本なら、あ、そうですね、僕が一ノ瀬祈りです。はい、イケメン来た、はい、一ノ瀬祈りです、私が。で、はい、はい、次、はい、僕が京香です。はい、京香でございます。
はい、はい、僕がね、アキでございます。うん、はい、一緒のやつ来たね。アキ主任でございますね。アキ主任でございますね。一応ね、一応主に任せられてるけどな。うん、主に任せられてるこの番組、俺、イノにほぼ任せてるから。あ、イノ投げなんですね、これ。そう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 、イノさん、だからすごいと思う。じゃあ、しっかりしてこうね、俺が。はい、行こう、やばらちゃん。アキさんね、アキさん LINE するねってあるけどね、アキさんね、ID 今 ね、 そうなんだよね、ダメになっちゃってて。あ、もったいない。そう、アキさん、もったいない。アキさんだからもう直接おいでって。そうそうそう、直接じゃないとね。いや、これ本当に営業とかじゃなくて、マジで、うん、マジで今検索できなくなって、検索できない諸事情によりね。それちょっとね、そう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 、もったいないというか。あれ、うん、何 ?1000 超えたよって。何だよ、まだ500なおもちゃ。500なおもちゃ超えてへんで。初回いくら、アキさん、お前が秋かって言われて。初回いくら、俺が秋だ。俺が秋だ。お前は祈りな。俺は祈り、俺は祈りだから祈りしな。いい声したね。うん、多分それやったら最初のオカマ声多分言われてるんだよね。オカマ声、あ、そっか、うん、わった。じゃあ、 若本さんずっとやってようかな。若本さん、誰やそれ。私が祈りだ。あ、セルね。おお、でき、うまい。ちょっとクオリティ高い。なんか、この流れ怖いよ。超力高いし、この流れ怖いよ。あれ、見せたらよくない。何、その流れ来たフリーザとさ。フリーザ、フリーザと出たフリーザと、セル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 とフリーザ、セルとフリーザ。みんなドラゴンボールわかるかな。ドラゴンボールわかるかな。男の子は、ね、うん、まあ、ドラゴンボールはみんな見て通る道やね。じゃあ、あなたがセルやって、じゃあ、俺がフリーザやればいいの。お前は誰だ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、今全然違ってびっくりしたよ。ちょっと待って、今びっくりしたよ、ね、俺誰かわかんないやつのモノマネした。2014年初めて、本当にもう、あ、初びっくり。あ、アキ、いくよ、いくよ、うん、あ、アキさん、ハードゲーやって。え、なに、アキさん、初回じゃなくて指名で行くから、グイグイ。いくら飲んでないのこれ。おい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 、これ、アイスこんなくっつくわ。うわ、それくっつくわ、もう。それ無理しすぎやろ、わちゃわちゃんでえのよ。わちゃわちゃしてるもん、ほんとにね。このアイスいいね、ほんまに。じゃあ、それアキさんがブイブイしてる間に俺たちちょっとね、止めますか。あー、気持ちいい、それ。うん、うまい。ダメ。お前、浮かんといて、これはそれで。俺の汚れキャラみたいな。もう俺苦笑いの。なんで、ゲイネタはちょっと2人でやった。ちょっとグイグイしてないからね。じゃあ、グイグイ。指名で行くからグイグイ。これもうなくなった。そうだね、いくらでもするよ。フリーザの流れはやめようか。流れたんだね。うん、フリーザ様はって来てるけど、フリーザ様ええんちゃう。また行くよ。てっ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 て、いけ、ウツボブリンピヨーっつって、うん、いけ、フリーザ、うん、デスビーム、あい、そっちじゃないはい、滑った、よいしょ、オッケー、よ、滑ったよ。熱っ熱っ、ほんとに。とにかく飲もうよ。ごめんなさい。いやー、緊張するな、ほんとに、ね、緊張しすぎて、なんかね、サービスしちゃいそうになっちゃう。お前緊張してへんやん、それ絶対ね。今日のアイスちょっとエロくないかな。なんかね、そういうサービス。いや、秋いつでもエロいからね。主任結構、うん、今日はサービス、ま、サービス精神、サービス精神、サービス精神なんだな。なんか結構緊張してる割には結構ね、サービスしてる、確かに。なんかさ、うん、なんだろう、俺は結構他の番組見たけど、うん、結構確かに癒し系っていうか、ゆったりしてるっていうか、うん、なんかどっちかって言ったらラジオ番組系、うん、はいはいはい、なんかラジオ番組やってますみたいな何喋ったらいいのか分かんないもん ね感じな気がする、うん、いやでもなんか癒し系、まさかのね、これボロボロすぎるけど。いやだからそれもう終わったよその話絶対これ絶対これ営業市場出るべ。いやいや、まあ確かにたまにこれでガチャンしちゃうけど、もっと見せてあげて、このカメラにさ、このボロボロ具合、これヤバくないですか、これ本当に。いやいや、だからね、こういうデザインホームレスとホストって紙一重なの。おいさ、おいどういうことやそれ。毒舌な、誰がホームレスの人やね。で、ちょっと待って、うん、あのね、結構ね、時間の方がね、おしっかりした。なんだかんだ、ぐだぐだやってた、うん、結構ね、いい時間ですよね。マジか、なんか、あっという間だね。ね、そうだね。なんか意外と、うん、俺、週3ぐらいでやってる、ちょうどいいわ。これ週1か。週1で、毎週この時間にお会いできるんだね。みんなさ、グリコの部屋っていうさ、意味、なんか、うん、分かってんのかな。あ、
クリコの部屋。分かってんのじゃん。徹子の部屋です。そう、徹子の部屋のパクリみたいなね。ルールル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 ル。はい、よくわかんないけど。アメちゃん出して、頭からアメちゃん出してよ。アメちゃん出す？うん。え、出た出た。ポン。男梅出た。ネーミングセンスいいね。パンパンパン。出た。可愛く見たで今。可愛いけどお前ね。男梅。男梅。あ、拾ってくれた。あの、この人ら拾ってくれへんかったけど、コメントで拾ってくれました。ありがとうございます。来週ゲストはね。あ、そうだ。これナンバーワンのね。しゅんさん、お招きしましょう。なんか、え、でも、え、でも、早速、ずっとね、しゅんさん呼んで、しゅんさん呼んでって言ってるんで。でもね、いきなりナンバーワンを連れてきていいのかというね。確かに、確かに。うん。まあ、いいんですかね。来週の告知と、なんだ、でも、店の告知ってした方がいいのかな。まずは初回でぐらい、うん、そう、まずね、うちの店にね、来てもらってからじゃないですかね、うんうん、来てくれればな、うん、楽しさわかるから、ね、うん、じわじわ来るタイプ、うちは、多分一回来てくれたらね、うん、じゃあ、ね、来週のゲストはしゅんさんを、うちのナンバーワンの三崎しゅん支配人をお招きして呼んじゃいますか、はい、やっていくんで、はい、はい、いや、あの人のド S 全開オーラがいやもうしゅんさんはもうね、もしかしたら来週あたり一気にこの、うん、なんだろう、あのね、ほんわかした空気を、うん、一捨てしてね、ぐい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 いくんじゃないかな。だからもうそのしゅんさんおったら俺らいらんのちゃうかぐらいのね。だ俺がオカマ声じゃん。でしゅんさんがもう絶対見るってあるから絶対見て、ま、真逆のね、絶対見て、しゅんさん真逆の、うん、え、ちょっと最後さ、イケボンさん的なね、番宣、番宣、初回、うん、初回、じゃあグリコの部屋見たって言って初回来てくれた人は、はい、初回タダにします。はい、来た。おお、完全俺の独断だけど、うん、まあでもそこはまあ、まあそこはね、後で今日は応じてくれるんでしょ。多分全部やってくれますよ、ほんまに、うん、じゃあそういうことで、うん、ね、そう、初回ね、お金取らへんっていうね、うん、すごいね。あ、初回行こう、嬉しい。30秒前に出ちゃった。もう終わってまうわこれ。1時間がいいって、俺らも1時間がいいね。結構1時間がいいね。うわ、終わっちゃう。行きます。おいでおいで、ほんとに。バイバイ、またね。またね、待ってるよ待ってるよ。また会おう、うん、それちょっと気持ち悪いな、ほんとに、ね、お前それ言わんでええやん。いる感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる。使い込んだ画面を眺め、キャラクターに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。